米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は9日日本時間10日本拠地で行われたヒューストン・アストロズ戦で3番投手としてリアル二刀流で出場7回103球を投げ6安打3失点で今季初黒星を喫したがメジャー通算502奪三振を達成し元祖二刀流ベーブ・ルースが持つ通算501奪三振の記録を超えた7回3失点とまとめたものの 5勝目はならならかった今季初黒星を喫し4勝1敗となった若手ローガン・オホッピー捕手の離脱後直近3登板連続で大谷とバッテリーを組んできたチャド・オラック捕手が首痛で7日間の負傷者リスト入り代わってメジャー昇格したクリス・オーキー捕手と初めてバッテリーを組んだオーキー捕手はメジャー経験は昨季レッズでの7試合しかなく急増バッテリーだった 初回の投球では先頭のマウリシオ・デュボンから三振を奪い、ベーブ・ルースに並ぶメジャー通算501奪三振を記録した。2回ワンナウトでも6番ジェレミー・ペイネを85.6マイル、約137.8キロのスイーパーで空振り三振。記録を更新し、100本塁打以上放った選手の歴代最多奪三振記録でトップに立っていた。この試合の7奪三振で記録を507まで伸ばしている。しかし、 1>, 1点リードの5回に崩れたワンナウト2塁から2018年にエンゼルスでバッテリーを組んだ元相棒のマーティン・マルドナードに逆転ツーランを被弾さらにワンナウト1・2塁のピンチでヨルダン・アルバレスにもタイムリーヒットを浴び3点目を失ったその直後に右手中指を気にするし草さを見せ一度確認のため水原通訳もマウンドへこのイニングを切り抜けた後も右手中指に視線を向けていた ただ7回も続投し走者こそ許したが最後は苦手のアレックス・ブレグマンを併殺に仕留め無失点で切り抜けた7回を投げ切ったところで2番手のアンドルー・ワンツ投手に交代した7回103球を投げ6安打3失点7奪三振防御率は2点74になった大谷は試合後フランバーバルデスとのエース対決に敗れた テンポよく投げていいるなと思いました。素晴らしい投手なので、ロースコアになると分かっていましたし、そこで逆転されてしまったのが負けた要因かなと思いますと話した。この日はメジャー昇格した大きいと初めてバッテリー、信頼関係が一番だと思うので、今日より次の登板が良くなるようにコミュニケーションをとりたいなと思いますと振り返った。登板中に右手を気にしていたし草さを見せていたが、大谷は爪がもともとちょっと割れていたので、 という感じですね。と振り返り、どれくらいからかは覚えていないですね。気づいたらという感じ、あまり痛いとかはなかった。多少弱いなとは思いましたけど、6、7回も良かったですし、投げているボール自体は悪くなかったので、あまりそこまで大きくはなかったかなと思います。と話していた。次回以降の登板についても、おそらく影響はないとは思います。まだ投げたばかりで何もやっていないので。 普通のいつも通りの日程でいけるかなと思いますと大谷マルドナードに浴びたツーランについては投げた位置も悪くてどちらかというと僕の方に責任がある投げるべきスポットに投げきれていないなというのがありますねと反省しきりだった元祖二刀流ベーブ・ルースの通算奪三振数501を超えたことについては奪三振自体は今日は多くなかったですけどいいボールも悪いボールもはっきりしていたので 超えられたのはいいことですしまだ今年が始まったばかりなので毎当番健康な状態で入れるようにしたいなと思いますと先を見据えていたまた打撃の調子について聞かれると今日打てる球はもちろん何球かあったと思いますしバルデスは素晴らしい投手なのでなかなか失投が少ないと思うんですけど今日はその球を打ててなかったのかなと単純にそれに尽きるので 打撃自体の調子は良くも悪くもないぐらいの感じかなと思いますと答えたフィルネビン監督は試合後の会見で彼は普段より少しフォーシームを投げたがっていた非常に効果的だったと思うと称えたそして彼は人間だすごく甘くなってしまったのは1球だけだと思うその1球が我々に大きなダメージを与えてしまったようだと被弾したスライダーを悔やんだこの試合決勝ツーランを放った 元相棒のマーティン・マルドナード保守が試合後大谷について語っているバッテリーを組んだ5年前との変化に言及だから大谷は9回最高級なんだと称えている試合後 MLB 公式のアストロズ版ブライアン・マクタッカート記者は自身のツイッターでマルドナードのコメントを動画で紹介5年前にはエンゼルスでバッテリーを組んでいた大谷が当時からどれほど変化したかを問われるとかなりだね 毎年新しいい球種が出てきてきるよううに思う私が彼の球を受けていた時はスイーパーカーブスプリットフォーシームの4球種だったが今はツーシームもあるしカッターもあるし彼は何でも持っているよと思わず笑い出していたこうした大谷の変化については優れた投手がすることだ優れた投手は学んでどんどん進化していく。 だから大谷は9回最高級の選手なんだと称賛していた試合後ベーカー監督は4回5回の構成について我々は守備の穴をつくことができたなどと話していた自軍を苦しめてきた大谷を以前から称賛してきたベーカー監督だが今日の彼はいつも我々に対して奪うほどの三振数ではなかった それが類上でアグレッシブにいく手助けになったよと脱三振が7だった大谷について言及うちのチームにとってはいい試合ができたしすべてうまくいったねと満足そうだったこの試合を中継した地元局バリースポーツウェストにアメリカ野球殿堂入りも果たしている伝説の名手レジージーャクソン氏が出演二刀流で出場した大谷に対し本当に特別なアスリート彼には比較対象がいないよ 私にはできないいよと字を並べているプレーオフに強くミスター・オクトーバーの異名を取ったジャクソン氏通算2,584安打563本塁打を記録したほかシーズン m v p 一度ワールドシリーズ MVP を2度受賞し野球伝道入りも果たしている伝説の名手だ1982年から86年までエンゼルスに在籍しておりこの日は OB としてカリフォルニア地元放送局 バリースポーツウエストの放送席に座った実況のウェイン・ランダッツ氏から翔平・大谷がマウンドに立っていますがあなたから見て彼がメジャーレベルでやっていることはどう映っていますかと問われたジャクソン氏は特別だねと言葉を発して3時を並べたこのような男が投げるのを見られるのは特別な時間だ彼が今夜投げると聞いて私はワクワクしていたよずっと楽しみにしていたからね彼が投げるところ 打つつところを見るのはいつでも楽しみだ彼は本当に特別なアスリートだこの男にいくら払えばいいのだろう何と比較すればいいのか彼には比較対象がいないよさらに解説のマーク・グビザ氏からあなたもオールラウンドなアスリートとして知られていました彼のように登板しながら毎日プレーするのはどうやったらできるのかあなたの考えを聞かせてくださいと話を振られると私にはできないよ 彼がどうやってやっってていいるのかか本当にわらない彼がそれをしていることに私は敬服していると二刀流でのプレーに脱帽していたそして改めて彼は非常に特別な野球選手だと称えながら彼がここに残ってくれることを望んでいるこの球団にとってとても重要な存在だしこの球団がチャンピオンになることに貢献してくれるだろうからね彼にには本当に残留してしてほいが そのためにどれだけのものが必要か私には分からないとコンオフにフリーエージェント FA となるため去就が注目される中で古巣エンゼルス残留を願った5勝目とはならなかったが元祖二刀流ベーブ・ルースの記録を更新した大谷には現地メディアも称賛の嵐だ米スポーティングニュースのジェイコブ・カメンカー記者は大谷がつまり何を成し遂げたかというと メジャー通算100本塁打以上を放ちながら最多の奪三振数を記録したということとしそもそも統計的に多くの選手がこのグループに当てはまることはないがこれは投打の二刀流で成功した大谷のとんでもない性質をさらに明確にするものシンプルにまとめれば彼は投打の両方で一流の選手だということだとコメントしたそして大谷がとんでもない才能を持っていることは間違いないが 彼はその歴史的快挙達成をいとも簡単に成し遂げているように見せ続けている。このままキャリアを重ねれば、ルースの持つ二刀流記録をこれからも塗り替えていくことだろうとした上で、大谷在籍中にまだエンゼルスがポストシーズンに進出していないことを引き合いに、唯一の疑問は、果たして大谷がルースの持つプレーオフの記録を狙う機会を得られるかどうかということと締めくくった。米スポーツ放送局 ESPN スタッツインフォの公式ツイッターは大谷はキャリア通算500奪三振を達成するのに388イニングを要したコービン・バーンズの365イニングに次いで先発投手として2番目に少ないイニングであると投稿し大谷が歴代2番目のスピードで500奪三振を達成したことを伝えたまた現地スポーツメディア SB ネーションもこの数字に反応 大谷は圧倒的な支配力と効率性を保持している彼が残してきた数字は全て不条理でありただ信じられない選手だと驚異の奪三振率に驚愕したまた同メディアは MLB がこの100年近くで見たことのないことをやっているマウンドでも打者としてもまさに圧倒的な存在感を放つ選手だ500個の三振を奪いかつ100本塁打を打つということは不可能に近いと 今期も二刀流として躍動し記録を更新し続ける大谷を称賛した。